ヒッポー。あ、待ってた。今日はこれからこの長い髪をドネーションしようと思います。大量このちっちゃいのだけでこんなに私髪あるんですね。やばいですね。それがあと6分ほど。上手じゃなかった。あ、下手くそ。いや大丈夫大丈夫大丈夫。下手くそになりました。はい、じゃあ。このくらいの。これが私の毛毛です。毛なんかカオスみたいな感じで怖いですね。容疑者みたいな。容疑者。ありがとうございます。あ、やばい、軽くなった軽くなった、ね、これでどうしようかな。これで一回ボブに切ってみますかね。で、乾かして、ね、大丈夫かな。ガッターをちょっと見ますかね。はい、はい、ドライして癖の出方見ますね。でも私なんかあんまりこう多分セッティングは上手じゃないのか、うん、こうにやってもなんかすぐだん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 真ん中に来ちゃうんですよ。なんかつけた方がいいんですかね、うんうんうん、あのスプレーとかササササってやったら固まるんですかね。固まるというか、ね、定位置に定位置で、あのね、ですね、ドライヤーで乾かすときにもうこっち側にもう根元の方をちょっとやっちゃって、で、そうするとだんだん毛の流れがこっちに出てくるので、あ、じゃあまずそう最初にここで分かれてたのをこっちにするのって結構大変なんですよ、うん、もし左側にしたいだったら、はあ、こっちでこうドライヤーをこう当てるんですね。ビューって、そう、こっち側からこうボーッと当てて、あのとにかく根元の方向性をつけちゃう、うん、オイルをつけると多分こう収まると思うんですよ、うん、この辺だけあのスプレーケープとかでいいんで、ケープケープ、うん、それをちょっとつけて、うん、そうですね、ここ多分マックスつけちゃうとびっくりしちゃうと思うんですよ。そう、それがちょっと嫌だと、ね、うん、もうちょっと軽くした方がいいかな。重く見えますか？重い、なんか確かにでも重いかもしれない、うん、でも私昔が重かったから今は軽いあ、自分的には本当、うん、でももしできるなら軽くして、ね、もうちょっと軽くてもいいかな、うん、短くなったな。全然違うんですけど、私誰？知らない人。バイバイ。日本ヒップ。